U17 ワールドカップで全敗の韓国さん、日本をこき下ろす。U17 ワールドカップのラウンド16で、U17 日本代表がスペインと対戦。1対2で敗れ、悲願のベスト8進出は叶わなかった。ポーランド、アルゼンチン、セネガルと同居した死のグループを突破する快進撃を見せていた日本の敗退に、韓国のメディアも反応。スペインはもっと強かった、日本が8強進出に失敗。バルセロナの神童が決勝ゴールと報じ。日本が8強進出に失敗した。無敵艦隊スペインの壁に遮られ、16強で予定を終えた。戦力的な劣勢を感じ、スペインに8強行きのチケットを渡してしまったと報じている。戦力的に劣っていたということは、1勝もできなかった韓国はさらに劣っているため世界で勝つのは相当厳しいという意味だということです。他国の分析より自国の分析をしたら、こっち水に3敗でグループリーグ敗退した自国を心配しろよ。3連敗してグループステージで敗退した国が、余計な論評するな、うるさい。韓国って負けると自分の国の代表選手ですら批判の対象になってしまう。批判できれば何でもいいんだろうな。まるで自分たちのが上だと言っているような記事。勝ったのはスペイン、韓国は3戦全敗。最後に書いてるけど目線はスペインから。オリンピックもポット2なのに余裕だな。スペインメディアならまだしもグループステージで1勝もできなかった国のメディアがでかい面してんじゃねえ。韓国マスコミが何を言おうと、日本は16強で韓国はグループリーグ最下位だよ。この差は大きいですね。日本が負けると大喜びする国民性は何なんだろうね。自分たちが GS で敗退したうさばらしなんだろうけど。スペインのアンダー世代はすごいんよ。U22 にしても日本以上のタレント揃い。いい試合だったと思うよ。胸張って帰ってきてください。それにしても日本代表は強くなった。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。